という視点で、話を聞いていきたいと思いますので、よろしくお願いします。あ、じゃあ共有だけしましょうか。少々お待ちください。皆さん、はじめまして。よろしくお願いします。吉野川ローカルクリエイターに所属している草川健介と申します。本日は、人生初のプレゼンなんで、ものすごく緊張しているので、温かい目で見守ってくれたと思います。で、僕のテーマとしては、街にもっと恩返し、好きな地元を熱く盛り上げたいです。で、簡単に僕のプロフィールを紹介いたします。高校卒業後、18歳から21歳まで愛媛県の製紙会社で勤務。その後、21歳の1月頃に退職をし、徳島県へ戻りました。3月頃より地元の山川町にて町おこしコミュニティに参加し、で、23歳頃からもともと愛媛県時代で飼っていたカメラに少しずつ興味を持ち始めて、フォトグラファーとして活動を開始いたしました。で、次にこのコミュニティに参加したきっかけとしては、まず最初に、愛媛の時に徳島にいた中学の時の同級生が、そのみんなの文化祭のスタッフが足りないという連絡が僕に来て、そこから休みの日だったので、初めてスタッフとして参加してしまった。その際に、町の地元の方々が協力して、その一つのイベントを立ち上げているというところに、僕の心が動いたのが、町おこしコミュニティに参加するきっかけの一つで、もう一つが、僕の地元、川田八幡神社というところに、昔から秋の例大祭が行われるお祭りがあって、小さい頃からものすごく大好きなお祭りだったんですけど、将来、数年後にはもうなくなるんじゃないかということを言われた時に、自分の手でどうにか伝統を残したい、これから続けていきたい、で、どんどん後世の若い子たちにもお祭りに参加してもらったりとか、今後していきたいとずっと思っていたので、それを自分の手でどうにか今後も続けていけるようにしたいという思いで、コミュニティに参加すればヒントが得られるんじゃないかという気持ちで参加しました。で、先ほど紹介しました川田八幡神社のお祭りについてなんですけど、地元が特に好きな理由の一つで、その川田八幡神社にてのお祭りが10月の22日に毎年行われています。52段もある階段を、この写真にありますように屋台を、約2トン以上ある屋台を担ぎ上げて階段を登るという結構激しいお祭りがあります。それも地元の方々が一丸となって、行う行事が年に1回しかないんですけど、その時に皆さんが集まって町のことをお話したりとか、町でこんなことだったりとか、自分もこういう人間だっていうのをここで知ってもらうこともできる活動となっています。で、もう一つのコミュニティの活動に今参加してるんですけど、先ほど原田さんがおっしゃってた、吉野川フィールドのイノベーション活動にも参加しています。で、イベントについては種市、旧種の小学校にて行われているイベントの専属カメラマンとして第1回からやらせてもらっています。そのイベントに参加したり、あとは
コミュニティの皆さんで集まったりとか、ゲストが来た時には必ず皆さんでバーベキューをするという決まりがあり、そういう、ね、皆さんで集まってバーベキューをして信頼を深め合っていきます。でこれからの集まり作りなんですけど、現在サラリーマンをしながら週末限定でフォトグラファーをやってます。現在は全て無料でやらせてもらってるんですけど、まあ、今後は、まあ、有料にいけばと思っております。まだ指導中の身なんで、いつよし、原さんもお金払ってあげてください。お金払ってあげてください。なんかわかんないんですけど、まあ、フレーズ写真だったり、カフェ写真、記念写真など、まあ、誰かの記憶を残す素材材をさせてもらっています。あなたの隙を残したり、まあ、久谷さんの笑顔や、まあ、自然な雰囲気をこのように写真で残して喜んでもらうという活動も行っています。でまた、まあ、町おこしのイベントや徳島県内のイベント等に呼んでいただき、撮影の方も行っております。で吉野川市の観光スポットを広めるためにアテンドの方も今後行っていく予定であります。で先ほど言いました、フォトグラファーの活動についてなんですけど、ケンちゃんフォトと名前を決めて活動してます。その方が覚えやすいし呼んでもらいやすいので、ケンちゃんフォトで活動してます。現在は県内で活動し、まあ、休みの日だけフォトグラファーとして活動をしてます。修行の身であるのでガンガン撮影を行ってます。今後また依頼があればぜひぜひよろしくお願いいたします。で現在約2年前ほどから朝活ことをやってまして、まあ、現在昨日の時点で686日毎日神社の方に朝活動ます。それもなぜ始めたかというと、先ほどの、原田さんがまずは朝活をするなら1ヶ月必ず神社に来なさいということを言われて、まあ、1ヶ月なら余裕で行けるだろうと思ってたんですけど、2週間頃からこれずっと続けられるなって自分の体に染みついてきて、現在は686日続いております。まあ、これを始めたきっかけも原さんに言われたっていうのもあるんですけど、始めるにあたって、まあ、自分の継続力で自分にはこうや継続力があるっていうのを新発見できる場でもあるかなと思って続けております。以上です。ご清聴ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。どうでした？はい、どうでした？高さん、ありがとうございました。意外痛いです。まあ、今日は特大から矢部先生が聞いてますけど、初プレゼントということでも初回が行われてこの状況です。こんな感じでですね、今回始まる